久々にいいこと思いついた我々 V オプト。恵比寿へドリフトを楽しみにあの男が来ていると聞きつけ、とぼけたふりして接触を試みた。あれ、あれ、えちゃんじゃん。何、いや何やってんじゃねえよ。お前らこそ何やってんだよ。おい、え、ナオト、え、ナオト、お前ふざけんなよ。車じゃないよ。え、俺はな、お前ここに遊びに来たんだよ。大体わかるか、お前今から走るの。当たり前だよ。何、3点シートベルトでいいの？3点式で。お前な、分かってねえな。お前危ないよ。危ねえんじゃねえんだよ。まあいいんだよこれで。暑苦しいだろ、大体4点とか5点とかわかるか。大体お前らとな話してても意味ねえんだ大体。うん、分かったよ。うん、分かった。帰れ本当に。帰れ、俺は行くから本当に。皆さん、お気づきですか？そうです。本日のキーワードはシートベルト。ガーマンの乱暴運転は3点じゃ危ないと思うんだけどな。俺は天才だから、俺さんはな。だから、だって見ろよこれ。シートベルト揺らがる。だって、天才だもん。えいちゃん、大丈夫だった？何が大丈夫だよ。え？俺だよ。俺様だよ。だって俺なんかお前あの両手離しドリフトやっちゃったもん。両手離しドリフト大丈夫だって言ってんだろお前よ。俺様だよ。本当に大丈夫だよ。俺様だから、お前しつけえなお前。それでは検証してみましょう。ラーマン人体実験シートベルト編。我々とラーマンの付き合いはなんだかんだで20年。矢田部最高速、筑波スーパーラップ、そして人体実験と命を懸けた企画には欠かせない人材なのである。筑波スーパーラップは売り戸谷口でもできちゃうが、こっちの企画はラーマン専門。我々 V オプトの抱える数々の疑問に体を張って検証。この男がいる限り日本の未来は明るいぞ。今回開発された人体実験専用マシンがこいつ。ガチに組まれたロールケージが実験の危険度を物語。そして今回の肝、5点式シートベルトを注意深くセッティング。ガーマンの文字通り命綱はオリドプロデュースの5点式シートベルト。腰ベルトのソフトクッションが腰に優しい一品だ。おい、なんだよこの車。お前よ、お前出せよこの野郎。えじゃあそんなに何、3点で丈夫なんだ。ちょっと転がしてみようよ。おい、そんなの何言ってたバカ野郎。お前いいんだよ。はい、それでは三浦君。おいおい、何やろうとしてんだお前俺を。おい、なんだよこれ。お前また顔つきじゃねえだろうなお前。おい、何やろうと。おい、危ねえよお前。あれだけ3点で十分だって言ってたラーマン。結束を変えて5点式を装着してます。ラーマン一歩ようか。おい、おい、いい加減にしろお前。いい加減にしろお前。おい、危ない、待て、ちょっと待て。おい、おい、危ない。おい、ダメだお前、転がっちゃうだろ。おい、ふざけんな。おい、危ない、危ない、危ないよお前。いってー。えちゃん、あれ3点テストじゃなかったっけ。いいぜよお前。殺す気かよ。いや痛いのはいいんだけど、これ5点じゃんよこれ。マジ痛えよお前よ。3点どうしたのよお前。何、ほんとお前。えお前ふざけんなよお前これ。おい、車内の映像リプレイでどうぞ。自信過剰のラーマンも坂道コロコロにはブルったようで、固定式ベルトを装着しシールドもきっちり下ろす。5点から着地まで体が全くブレてません。いや、5点式ベルトって偉大だわ。ふざけんなよお前ら。何させんだいつもよ。えちゃんがだって3点でいいって言うから。女、いやいや、俺はお前サーキット運転するのは3点でいいけどな。お前転がされてお前死んじゃうだろ。笑ってんなお前。何ニコニコしちゃってんだお前よ。じゃあちょっともうちょっと行くね。ふざけんなお前。痛えんだ俺は本当に。たった1回の実験では確信を得られなかった V オプト。もう一度同じ結果を得られるか、再度チャレンジ。ラーマン頑張って。お前危ないよ。
また転がった。あーやめてくれ、おいおいやめろよお前、ふざけんなお前、いってえなお前、なんだよこれ、いほんといて、これ取れちゃったじゃねえかよお前よ、ふざけんなお前よ、これふざけんなお前よ、すごいね、いてえよほんと、マジ首痛え、あれ足がなんでそっちにあるの、あお前お前転がったんだぞお前、ほんとマジ痛え、もうほんとふざけんなよお前、これ二度目のチャレンジ、皆さんラーマンの体に注目、ノーマルシートにもかかわらずシートベルトによって体がしっかりシートに固定されているのがわかりますね。マジか、この後ほらふざけんなお前、また騙しやがったなお前、三号 GTR ふざけんなバカ野郎、300キロ超えるらしいじゃん、来るなもう、来なくていいよもう本当に、もう3000円じゃ走んない方がいいよ、ふざけんなお前、300キロ出してもな、お前のところには見せてやんねえよ本当に絶対に帰るよ俺はもう、いいな、ふざけんなよお前よ、帰るよ俺はもう、なんだこいつが大体よお前よ、危ねえだろ、こいつが大体迫ってくるんだぞ、転がるよりもあいつが迫ってくる恐怖ってお前お前ほんと怖えんだぞ本当に、マジ怖えぞ、目の前にこう来るからな、ブルドーザーが、そうだよね、うん、ふざけんなバカ野郎、もうよかったよ、富士頑張って、明けて翌日、静岡県富士スピードウェイでは GTR マガジン主催のイベント R ズミーティングが開催、箱塚から3号まで世代を超えた GTR が一挙2300台集結した。ここに昨日の今日でまだ首が痛いすったことっぽい運転手が最高速アタックのため登場したのだ。お前らよく見とけよ、今回俺様が乗る3号 GTR、 お前なこれすごいんだよ、アクセル開ければドカーンと行くんだよな、お前トラストの渡部さんがね来ていただいたんで、はい、まあ、ちょっとね、はい、こんなね感じの悪いビデオですけどスペックを、ノーマルの 3.8 から排気量の方を 4.3 リッターにアップしてます。タービンの方なんですけども 25G のツインターボという形になってまして、出力的にはインジェクターの入ってる容量から計算してももうブースト 1.8 で1100馬力オーバーぐらいのポテンシャルはあって、1100馬力オーバー、マジでそんなに出てんのか、車種台で一発測ってみましょう。ってことで場所は変わって千葉県トラスト本社、ローラー式シャシーダイナモを使ってどれだけ馬力が出ているのか計測してみる。ちょっと危険なんですが3人乗って、1100馬力まで、計測することができたんですが、さらにブーストを上げてですね、今測ろうとしたところ3人でもですね滑ってしまうんで、これだけの馬力になるとパワーでローラーが滑ってしまい計測が難しい。で車に乗れる限りの人間を並べ総勢9人で計測に挑む。なるパワーはなんと1200馬力、トルクは150キロに達している。こんなすごいパワー今まで見たことがないぜ。ってことで GTR チューニングの現状をチューナーに聞いてみました。まずは関西サービスの向井さん。こんなでかいブレーキに18インチが入るんですよ、はい、ほらほら、本当だ、いうことはこれのスリックも使えるよと、なるほど、いうことでまあこういうねサーキット走るんだったらこういうのもありじゃないかなと。そして GTR チューンといえばスモーキー、やっぱりこうパワーが上がってくるとミッションとかデフとかね、それが怖くてあんまりチューニングできなかったんですけども、うん、多分今どう壊れても直せる、また壊れ方によってどうしたらいいっていう方法が見つかってきたんで、ああそうなんですか、もう何があっても大丈夫、何があっても、はい、オーテック塚田では新しいタイヤにチャレンジ、これタイヤ、これなんですか、ね、ハンコックじゃないですかこれ、やっと、GTR の標準サイズ日本で販売できるようになったようで、ここからラーマンの最高速アタックが始まる。よし一発330キロやってやるからな。
32度なんで厳しいんで、ちょっと収束だけ、ちょっと狙いに行ってますんで、お楽しみに。富士最終コーナーからのラーマン全開アタックをどうぞ。GPS 計測で 326.1 段キロをマーク。これは速い。30度以上ある気温の中で、まあこの記録が出たってことは、多分冬場になれば多分300キロ、330以上は間違いないだろうと。サンゴ GTR チューニングもっと進化して、で一般のユーザーもね、もっとこう余裕で300キロを超えて、でスポーツ走行できる日が来るんじゃないかなと、まあ、そういう感じで、まあ、盛り上がってくれればいいかなと思います。最後におまけのワンカット、油断し巣に戻ったラーマンをどうぞ。何だってでもあろう、お前よ、お前この待ち時間のリアクションだ、お前どういう気持ちになってるか思ってんのか、お前よ、本当にマジだぞ、本当に何撮っちゃってんだお前よ。